DNA フォーメイベントは DNA 史上最も激しい肉弾戦へ突入だ。成長できてる確信は間違いなくあります。中澤イズム最後の継承者宮武する。前回の DNA 3では宮武流行を相手に健闘を見せた宮武。 DDT ではゴールデンストームライダーズの一員として中澤マイケルなき DDT にポスト中澤のポジションを確立し始めた。そんな宮武に対するは 100% 出せたと思います。樋口和沙だ。樋口はタッグマッチなどを除く直接対決でデビュー以来現在無敗の戦績を誇っている。その勢いはとどまることを知らない。 3.29DDT 後楽園、樋口は並み居る強豪選手が参加するいつでもどこでも挑戦権争奪バトルロイヤルに出場し見事に挑戦権を獲得。5月札幌天聖ホール、自分の地元は北海道で、そこでこれ使わせてください。樋口は今年5月の札幌大会での腰を宣言。だがいつでもどこでも挑戦権保持者に直接勝利すれば権利を獲得することができるシステム。つまり宮崎にとっては千載一遇のチャンス。この試合に勝利すれば KOD 無差別級王座も見えてくる。この肉弾戦を制するのは果たしてどっちだ。 DNA4 メインイベント、宮崎スグルー VS 樋口和沙だ。Yeah.
アウト。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 Yeah.
Yeah.
Yeah!